明日からゴールデンウィークが始まります。帰省や旅行などで長距離を移動される方も多いかもしれません。その際に利用する交通機関のちょっとした豆知識をお伝えします。まずは新幹線です。指定席が満席で取れないなんていう場合は、乗車予定の2日前に再度確認をしてみるとキャンセルが出ているかもしれません。チケットは取ったが利用するか悩んでいる人が、手数料などが高くなる2日前にキャンセルする可能性が高いからです。また満席でも自由席で移動する場合は、始発駅から乗車することや普段運行のない臨時列車を利用するなどが狙い目です。比較的利用する人が少なく座れる可能性が高くなります。高速道路は渋滞がつきものです。追い越し車線や合流部付近では車線移動や速度を落とすため自然渋滞が発生しやすくなります。また上り坂も無意識に速度が低下するため車間距離が短くなり、高速車がブレーキを踏むため交通量が多いと渋滞が発生します。このポイントを注意して走行すると自然渋滞の発生が少なくなるかもしれません。飛行機では乾燥が気になりますよね。外気と機内では気温差が非常に大きくなるため、機内の湿度が高いと機体内部に結露が発生しやすくなってしまうので、湿度が低めに設定されているようです。マスクの着用はもちろん、水やお茶などこまめに水分補給をして乾燥に気をつけましょう。十分な感染対策を行いながら長距離移動を考えている方は参考にしてみてください。アプリウェザーニュースでは全国のゴールデンウィークのお天気も掲載しています。目的地のお天気や気温なども参考にして連休をお楽しみください。